これから糸魚川にある石の説明をしていきたいと思います。その前に石を見るときに使う道具についてお話をしたいと思います。まずはですね、こういった形のルーペです。レンズになっていますので、まあ、石の表面をですね、覗いたりすることができます。こちらは磁石です。こういうふうにですね、紐でぶら下げると、こちらが磁石になっています。紐でぶら下げると、まあ弱いですね、磁石にくっつくような石でも調べることができます。例えばですね、こういった形で、こう磁石にですね、くっつく石もあります。こちらは塩酸になります。塩酸をかけると溶ける石もあります。まあ炭酸カルシウムの方解石が入っている石ですね。そういった石はこの塩酸があると、まあ、判断することができます。ご家庭で塩酸を手に入れにくい場合は、こちらのですね、サンポールを、まあ、50% くらい、半分くらいに薄めると塩酸の代わりになるかと思います。あとはですね、この釘ですね。石の中には、まあ、柔らかい石もありますので、そういったものはこちら、引っかいていくと、まあ、判断がつくということになってきます。